です。前回はこちらのプレデターのミューテーターとフリークの違いを紹介しましたが、こちらのフリークからラバースパイクが 2.0 と、こちらのミューテーターより進化しているので、コントロールが効きやすくなっているのか、カーブがかかりやすくなっているのか、試してみたいと思います。コーナーから直接狙ってみて、まあ、どちらがかかりやすいのかっていうのも試してみたいのと、以前紹介したアディダスのスマートボールで、まあ、回転数もできれば測ってみたいと思います。ではまずミューテーターからチェックいきます。で蹴っていきます。スマートボールを使って、ミューテーター、フリーク、それぞれ、回転数を測ってみたいと思います。ではミューテーターから切っていきます。ではフリークプラスで蹴っていきます。
スマートボールを使った回転数は、まあ、先ほどの数値のようになったんですけども、数値的には回転数はあまりどちらも変化というか大差はないような気がするんですけど、まあ、蹴ってる感じではミューテーターの方が回転がかかりやすいのかなっていう感覚はあります。ただ数値ではそんなことがないので正確には分かりませんけど、ミューテーターの方がフリーククラスよりもラバースパイクの数が多いので、まあ、そうなるのは自然なのかもしれませんけど、ただコントロール的にはフリーククラスの方がより狙い通りに受け入れてるような感覚がします。それはラバースパイクのおかげというよりは、前回も言ったように、まあ、ヒールをしっかりと固定して、まあ、足が靴の中でずれにくいっていうこのツーピース構造のおかげなのかもしれませんが、そのように感じました。